とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、のづちかの必殺技ランキング、そして、どんな感じに使うといいか、それをね、やっていきます。まず、のづちかの必殺技、バイパーの必殺技ですね。どんなものがあるか見てみましょう。3種類ですね。まず1つ目、バイパーウェイブです。そして、ムチムチムチ。で、3つ目、王者のブロー。この3つがあります。さあ、どんな必殺技なのか見ていきましょう。では、まずはですね、バイパーウェイブから見ていきましょう。バイパーウェイブだけども、似てる必殺技として、赤き一線だね。赤き一線だと思ってください。範囲も一緒だし、一回踏み込んで攻撃するっていうところも同じですね。うん。まあ、そこそこ使いやすい必殺技になるんですけども、もう少しね、範囲が広ければよかったんだよな。じゃあ行きましょう。バイパーウェイブ。バイパーウェイブ。はい。では続いて、ムチムチムッチですね。ムチムチムッチはね、名前が俺大好きなんですよ。大好き。で、技としては、まあ、キュービ先輩の紫の舞みたいな感じだけども、あれまでは隙がないですね。うん。あそこまでの攻撃回数はないので、まあ、隙はそこまでありません。うん。まあ、そこそこ使いやすい必殺技ですね。行きましょう。ムチムチムチ。それでは、最後、王者のブロー、見てみましょう。王者のブローが、一番ダメージを取れます。だけども、範囲は狭いですね。範囲は狭い。ボスと1対1だったらば、かなりいいんだけども、まあ、雑魚戦では若干使いにくい技となっております。では見てみましょう。王者のブロー。これ、ですね。それでは、のづちかの必殺技ランキング、行ってみましょう。では、のづちか必殺技、第3位は、ムチムチムチですね。まあ、のづちかの必殺技の中では、まあ、唯一の範囲攻撃なんですけども、まあ、若干なりとも隙があるし、そこまでダメージが取れないっていうことで、3位ですね。名前は俺一番好きなんですけどね。名前は全必殺技中一番好きなんだけども、まあ、のづちかの中で3位です。そして、第2位。第2位は、バイパーウェーブですね。うん、あれもね、まあ、使いやすいよ。うん、踏み込んでいくから、ちょっと前まで届きますし、一発で終わるので、隙も少ない。うん。いい必殺技なんですよ。でも、1位の方が断然強いので、まあ、2位をバイパーウェーブとさせてください。では、お分かりですね。第1位は、王者のブローです。まあ、全必殺技中、一番威力のある必殺技なんですよ。一番威力があるの。でも、のづちかの、パワーが少なめなので、いまいち、なんだろうな、最強っていうところまではいかないやつなんだけども。でも、のづちかのやつでは、一番ね、ダメージが取れる必殺技となっております。雑魚戦では使えないけどね。でも、ボスで使えるっていうところで、評価しております。第1位ですね。では、のづちかの必殺技、どういう構成にしたら、一番ベストなのか、それを見てみましょう。のづちかなんだけどもね、俺ね、3つとも入れていいかなと思います。うん。ムチムチムチは、まあ、雑魚戦で、あえて敵に、囲まれて攻撃をすると、かなり早くね、敵を倒すことができるので、便利なんですよ。で、バイパーウェーブは、まあ、雑魚戦で無難に強い。で、王者のブローは、ボスですね。に、ある程度の隙ができれば、どんどん打ち込んでいけるので、ボス戦では使いやすい。うん。
なので俺はこれが一番ベストかな。王者のブロー2つにムチムチムチ1つ、バイパーウェーブ1つですね。うん、まあボスだけと戦うってなるならばもう最悪王者のブロー4つとかでもいいんですけども、まあ雑魚戦がカーブならばちょっとムチムチムチとバイパーウェーブも、うん、1つぐらいは入れといた方が楽になるかなっていうイメージですね。ではノズチカでボスに行ってみましょう。構成はさっき見せた通りですね。王者のブロー2つとバイパー1つとムチムチムチを1つです。誰が出るかな、誰でしょうか。あー大丈夫ね。まあとにかくタンクなんですよ。タンク防御高い、攻撃高いで、あー HP 高いで全然ね沈むことはない。うん、一番多分ね全キャラの中で生存率が高いキャラクターなので使いやすくはあるんですよね。ただ範囲攻撃が少ないっていうのはあるので、うん、いっぺんに倒したりするのは苦手ですね。うん、まあこれで範囲攻撃つくとちょっとダメかな。うん、タンクに範囲攻撃はなしだな。よっしゃ、結構ほんと耐えれるので真ん中にね飛び込んでいって必殺技っていうのも全然あり、全然あり。よし、食らったら即死は死ぬかなどうだろう。うん、死にゃしないと思うんだけどね、ちょっと食らってみたい気はするよ。よっしゃ、まあでも食らわないようにいきましょう。真ん中でムチムチムチ、あ断然全然だわ。うん、即死攻撃全然効かない。ここまで硬かったか。おう、ミッチーこんな、あミッチーじゃなかったミッチーに似てるからミッチーでついつい言っちゃうんだけど、即死攻撃を1900で抑えるってすごいよ。おう、すごいねいや野塚の良さはまさにこれですよ、タフさ。うん、大抵の攻撃を食らってもまあ死なないっていうところがベストですね。おう、全然全然全然大丈夫。バイバーウェイブ、そしてあとととムチムチムッチーで決めちゃいましょうかね。あはい、ということで余裕ぶっこきすぎてるとやられちゃいますので気をつけてください。結構 HP も高いんですよ。うん、ザ・バイパー HP6600 だよ。レベルがまだ525で、多分600になる頃には7000超えますね。軽く超える。HP7000 超えで、で、防御力も今よりももっと上がるので、うん、全然、即死攻撃、普通のキャラだったら3500とか食らうやつを2000以内で抑えるんだから、もっとね、タフになりますね。うん。まあ、次のね、アップデート。10月のアップデート。で、高難易度クエストが来るじゃないですか。あの時でね、多分野槌が使えるようになる。うん。まあ、ほんとね、即死攻撃の嵐だと思うので、ここでね、タフさの売りの野槌が、間違いなくね、評価上がってくると思うんだけどね。まあ、やってみないとわかりませんけども、まあ、こんな感じでございます。ではですね、野槌以外にも12体の妖怪ヒーローおります。それのね、ランキングもやってるので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや